小岩市川関所の位置形成電鉄鉄橋約50メートル南の江戸川河川敷のあたりに小岩市川関所はあった。小岩市川関所は現在の東京都江戸川区北小岩にあった関所である。桜未知に設置された。1616 16年、江戸幕府により小岩と対岸の市川を結ぶ江戸川の停線場に板所が設けられ、万次年間に関所となった。 諸国五席所書き付けによれば、小岩市川席所は、某川旅中田席所、金町松戸席所、小仏席所、新郷川又席所に並ぶ重要な席所とされ、席所を通るには、名主の発行した手形や通行証明書が必要であった。席所では、陸路の入り鉄砲に、出女だけでなく、船の往来も監視した。1869年に、 石書は廃止され、1904年に小岩市川渡しは廃止された。小岩市川石書の設置された付近は、桜道と元桜道が合流し、岩月街道にも接する交通の要衝で、江戸時代には小番所長と呼ばれた。現在の京成電鉄江戸川駅から南へ、倉前橋通りに至る道路部分が、史跡として江戸川区登録文化財となっている。 1868年5月24日、新政府軍と江原ロクの率いる旧幕府軍とが江戸川両岸に退治し、小岩市川関所付近で激しい戦闘を行った。この戦闘で旧幕府軍は敗れて中山方面に退却し、ついで船橋でも戦闘が行われた。ありがとうございます。